七クマ。僕は田中誠、恋愛経験ゼロの大学生だ。普段は彼女がいなかったり好きな人がいなかったりするのは気にならないんだけど。彼氏がクリスマスディナー予約してくれたって。私は一緒にイルミネーション見に行くんだ。彼かのいないメンバー集めてカラオケ行こうぜ。お、それいいな。もしかしてそこで彼女できるかも。楽しそうだな。昔はクリスマスといえば家族で過ごしてたけど、大学生になってからはずっとぼっちのクリスマス。どうやら今年もそうなりそうだ。どうせ暇だしバイトでも入れようかな。そう考えていた時、突然後ろから声をかけられた。あの、まこちゃんだよね。え、もしかしてのんちゃん？そうだよ。のんちゃんは僕の近所に住む幼馴染の女の子だった。あ、七クマだ。え、それ七クマの絵本だよね。何にも読んで。いいよ。やった。ある日、七クマは公園に出かけました。こうしてみんな仲良く幸せに暮らしました。おしまい。お兄ちゃん、ありがとう。また絵本読んでね。いいよ、僕この公園でよく読んでるから。わかった。私ね、のんていうの。のんちゃんか。僕はまことだよ。まこ、まこちゃんだ。またね、まこちゃん。うん、いつもは一人だけど絵本読んであげるのって楽しいな。僕が3年生の時、のんちゃんが1年生として同じ小学校に入り、一緒に登校するようになった。まこちゃん、手つないで。うん、僕にとってのんちゃんは可愛い妹のような存在だった。それから僕は中学生になり、のんちゃんと離れた。のんちゃんが1年生になればまた会えるようになると思ってたけど。私ね、中学受験することになったの。そうなんだ、頑張ってね。のんちゃんは七熊学園を受験して合格し、そこの中等部に通うことになった。まこちゃん。あ、のんちゃん。うわ、また成長してる。久しぶりに会えた。一緒に帰ろう。うん、会うたびに成長していくのんちゃんに、僕はいつしか妹に対してとは違う感情が芽生え始めた。高校2年を終えた春休み、突然のんちゃんが僕を訪ねてきた。のんちゃん、何かあった？いきなり家を訪ねてくるなんて、こんなの今までなかった。ごめんね、まこちゃんに伝えたいことがあって。え、まさか告白？なんてことはないよな。あのね、お父さんが海外転勤することになって、お母さんもついていくことになったの。え、それじゃあのんちゃんも？うん、私はこっちに残る。学校も変えたくないし。そっか、ほっとしたのもつかの間。私ね、寮に入ることになったの。だからここを引っ越すの。そうなんだ。もうのんちゃんに会えないんだって思ったら目の前が真っ暗になった。あのね、まこちゃん。のんちゃん、元気でね。僕は必死に笑顔を作った。そうしないと涙が溢れてきそうだったから。うん、それ以来のんちゃんには会ってない。後で連絡先を聞けばよかったと後悔したけど、あの時の僕はそんなことを考える心の余裕すらなかった。今になって思う、のんちゃんは僕の初恋だったのだと。まこちゃんも同じ大学だったんだ、嬉しい。どこの学部？国際経済学部。私は外国語学部なんだ、残念。実は七熊学園大学に進学すればいつかのんちゃんに再会できるかもしれない、なんて淡い希望を抱いてここを選んだんだけど、本当に会えるなんて夢みたいだ。せっかく久しぶりに会ったんだから、お茶でもしない？あ、この後講義入ってる？うん、今日はもう終わりだよ。よかった、じゃあ行こう。ちょ、腕。のんちゃんは何とも思ってないだろうけど、僕は意識しちゃうよ。大学生になったのんちゃんはますます美人さんになっていて、こんな陰キャな僕が隣を並んで歩くどころか腕まで組まれるなんて、緊張で汗が出てくる。ご両親はまだ海外？一旦帰国したんだけど、海外の方が性に合ってるみたい。娘ほったらかしでひどいよね。冬休みになったら遊びにおいでって言われてチケット取ろうとしたんだけど、
ちょうどクリスマスと重なってすっごく高いし、冬休み明けたらすぐ試験始まるからやめたの。そうなんだ。ああ、一人で寂しくクリスマス過ごすのか。寮の友達は？私、大学生になってから一人暮らし始めたの。それに友達はみんな彼氏いて、クリスマスは一緒に過ごすんだって。へえ、そうなんだ。まこちゃんも？え？まこちゃんも彼女とクリスマス過ごすの？彼女いないどころか恋愛経験すらゼロだよ。うわっ、言わなくていい余計なことまで言っちゃったよ。それじゃあクリスマスイブは予定入ってない？うん、だからバイト入れようかと思ってたんだけど。だったら私とデートして。え？まこちゃん恋愛経験ゼロなんでしょ？だったら私を彼女としてクリスマスデートの練習すればいいじゃんね。決まり。え？のんちゃんはいいの？もちろん。そうだ、デートプランは昼から夕方にかけてはまこちゃんが決めて、夜は私が決めよう。デートとか言われてもわかんないよ。大丈夫、楽しみにしてるね。うん。のんちゃんの勢いに押されてうなずいたものの、不安しかないぞ。どうするんだ。どうしよう。クリスマスのデート、どこに行って何をしたらいいんだ。僕はクリスマスデートの特集が載ってる雑誌を買い込み、ネットでリサーチしまくった。情報量が多すぎて頭がパンクしそうだ。でもせっかくクリスマスを一緒に過ごせるんだから、のんちゃんに喜んでもらえるような一日にしたいな。そのためにはのんちゃんのことをもっと知らないと。あ、のんちゃんからだ。今日連絡先交換したんだよな。僕もだよっと。そうだ、これを機会にのんちゃんの好きなことを聞いてみよう。のんちゃんは食べ物はどんなのが好きと。和食、中華、コリアン、イタリアン、メキシカン、何でも好きだよ。え、クリスマスデートの参考にしようと思ったのに困ったな。この日から僕はのんちゃんと毎日 LINE でやり取りをしながら、彼女の好みを少しずつ探っていった。そしてついに迎えたクリスマスイブのデート。待ち合わせは七熊駅の金の天使像の前だ。あー、緊張する。まこちゃん。のんちゃん、うわ、いつもよりさらに可愛い。ごめんね、待った？まこちゃん髪切ったんだ。服装もいつもと雰囲気違うね。変かな。少しでものんちゃんと釣り合う男になれるように自分なりに頑張ったんだけど。ううん、すごくかっこいい。あの、のんちゃんも可愛いよ。ありがとう。う、僕の心臓今日一日持つかな。それじゃあ行こっか。わあ、可愛い七熊グッズがいっぱい。のんちゃんいつも LINE で七熊スタンプ使ってるから、七熊グッズ好きかなと思って。うん、大好き。あ、この七熊のネックレスも可愛い。あ、服屋さん見たいんだけどいい？うん、いいよ。まこちゃんは服っていつもどうやって選んでる？ファッションセンスないからいつも適当で。もったいない。どういうのがいいかな。これとか、これ、うん、これも似合いそう。どうかな。自分ではこういうの選んだことないけど、おしゃれでいいね。着てみようかな。うん、着てみて。うーん、七熊明太クリームパスタ、おいしい。今日はクリスマスの特別ランチでデザートにティラミスがついてるんだって。のんちゃん、ティラミス好きって言ってたよね。うん、デザートの中で一番好き。嬉しい。この後映画見ようと思ってるんだけどいいかな。うん、映画大好き。どんな映画？クリスマスを舞台にした恋愛映画だよ。うわー、楽しみ。あー、すっごい良かった。感動して泣いちゃった。あんまり恋愛映画って見ないんだけど、二人のお互いを思う気持ちが伝わってきてすごく良かったね。私、この映画をまこちゃんと見られて嬉しい。そう言ってもらえてよかった。だいぶ暗くなってきたね。イルミネーションがついた。うわー、キラキラしてる。七熊通りから六虎通りにかけてイルミネーションが続いてて、
途中にいくつもクリスマスツリーがあるんだって。うわー、見たい。うん、行こう。まこちゃん、まこちゃん、写真撮ろう。あ、撮ってあげるよ。ダメ、一緒に撮るの。まこちゃん、スマホ持って。うん。それから僕たちはゆっくりとイルミネーションの通りを歩きながら何枚も写真を撮った。疲れてない？どっかで休もうか。あ、こっからは私の夜のプランに付き合ってくれる？うん、その前にちょっとここで待っててもらっていいかな。いいよ。これ。すごく綺麗なお花。この近くで夜遅くまでやってるお花屋さん探して事前に予約しておいたんだ。嬉しい、まこちゃん、ありがとう。うん。のんちゃん、どこまで行くの？繁華街から離れてるけど、郊外のレストランにでも行くつもりなのかな。あと少し。あ、見えた。え、マンション？ここ私の家なの。ちょ、さすがに一人暮らしの女の子の家には入れないよ。でも今日のために私準備してきたんだよ。それに今日は私たちカレカノってことでデートしてるでしょ。だったらおうちデートだってするよね。わかった。うわぁ、のんちゃんの家に行くのか、ドキドキする。たらーん、見て、飾り付け頑張ったの。うわ、すごい。クリスマスツリーはちっちゃいけど可愛いでしょ。うん、可愛いね。はい、クリスマスディナーです。うわ、めちゃめちゃ豪華だね。こんなに作ったの？うん、って言いたいとこだけど、実はほとんどデパ地下で買ったの。でもケーキは手作りだから。え、ケーキ焼いたの？そのために早起きしちゃった。ありがとう。のんちゃんの手作りケーキを食べられるなんて幸せだ。さ、食べようって、その前に乾杯しなくちゃね。ノンアルだけど。うん、乾杯。今日は素敵なクリスマスを過ごせて本当に楽しかった。うん、僕も。私、うまく彼女できてた？うん、僕はのんちゃんに喜んでもらえるような彼氏になれたかな。きっとのんちゃんは来年には彼ができて、その人と一緒にクリスマスを過ごすんだろうなと考えたら胸が痛くなった。もちろんだよ。だってまこちゃんは私の初恋の人なんだから。え？いっぱいいっぱい嬉しくて幸せで、いつまでもこの時間が続けばいいのにって思った。僕も、のんちゃんが初恋なんだ。嘘。だからクリスマスにデートに誘ってもらえて、のんちゃんに喜んでもらうにはどうしたらいいんだろうって考えて悩んで本気で頑張ったんだ。私もこれがチャンスだって思って、まこちゃんに幼なじみとか妹じゃなく一人の女の子として恋人として見てほしいって思って頑張ったんだよ。うん、すごく可愛かったし、恋人みたいにされてドキドキしてた。これ本当のデートにしてくれる？うん、本当のデートにしよう。まこちゃん、メリークリスマス。あ、のんちゃん、メリークリスマス。え、まこちゃんからもうクリスマスプレゼントもらったよ。そうなんだけど、もう一個あげたくなって。開けていい？うん。わあ、七熊のネックレス。雑貨屋で可愛いって言ってたから。ありがとう、嬉しい。わあ、喜んでもらえてよかった。まこちゃんのプレゼントも開けて。うん、マフラーだ。すごくあったかい。今日まこちゃんが買った服と合わせるとすごく似合うと思うよ。使ってもらえたら嬉しいな。うん、毎日使うよ。ありがとう。私ね、ずっと後悔してたの。寮に引っ越す時に、なんでまこちゃんに好きって気持ち伝えなかったんだろうって。あの時まこちゃんに突き放された気がして言えなかった。ごめん、のんちゃんが離れるって聞いてショックで泣きそうになって、それを耐えるために笑顔でさよならしたこと、すごく後悔してた。まこちゃんと再会できてよかった。うん、クリスマスにデートに誘ってくれてありがとう。だって今度は
絶対に後悔したくなかったから。僕もこのデートで告白しようと思ってた。じゃあお願いします。え、告白欲しいな。のんちゃんが大好きです。来年も再来年もこの先もずっと僕と一緒にクリスマスを過ごしてください。まこちゃんらしい告白だね。ごめん、慣れてなくて。そんなところが大好きだよ。陰キャで奥手な僕が初恋の幼馴染と再会して、クリスマスデートに誘われて、そんな彼女と恋人になれるなんて、このクリスマスの奇跡がいつまでも続くよう祈らずにいられなかった。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七クマでは、思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。